はい、皆さんこんにちは。鳥取ダンススクールのほのあんです。運動不足で体がなまっている人に家でもできるダンス系有酸素運動を紹介します。立つスペースがあればできますし、バタバタしないのでマンションなどでも OK です。はい、今日は、ヒップバックをやりたいと思います。ヒップバック、簡単です。音楽に合わせてヒップ、まあ、腰回りですね、腰回りを後ろに動かしていくだけです。でとても、簡単な運動なのですが、3つ、一応気をつけるポイントを言いますので、この3つをちょっと意識してみてください。まずはですね、動かすときはですね、で後ろ前にしっかりと往復してください。例えばこう後ろばっかりに行くのではなくて、後ろ前後ろ前としっかりと前に返してあげてください。同じぐらい往復してください。はい、はい、2つ目のポイントなんですけれども、腰後ろっていうとですね、どうしてもこういう感じですね、骨盤だけ動かしてしまう人もいるんですけれども、そうするとあまり効かないので、腰回り全体、胸から下をぐいぐい動かす感じで動かしてください。この最初ちょっとね動かしにくいんですけれども、この背中ですね、この背中の方をちょっと縮める意識だけしてあげるとなんとなく分かってきます。普段あまり背中って意識しないので、これを機にちょっと背中意識するってことを覚えると、この辺の筋肉がしっかり使えてくるようになってきます。こんな感じですね。はい、3つ目のポイントなんですけれども、膝ですね、膝がこう曲がらないようにピーンとする必要ないんですけども、こうリラックスしすぎて曲げてしまうと、どうしてもこういう感じで膝に落ちてしまいます。そうすると膝の運動になってしまって、お腹周り腰周りに効かなくなってきます。膝を伸ばしたまま後ろと前に動かしてください。曲がるとこういう感じになります。はい、で基本形はですね、こうまっすぐ向いて、だいたい足の肩幅ぐらい、つま先もまっすぐしっかり向いてあげて、後ろ前後ろ前に動かしていくだけです。で最初はこの基本形だけでも全然いいんですけれども、慣れてくるとどうしても飽きてきます。で飽きるとどうしてもやっぱり続かないので、いろんなバリエーションも紹介していきたいと思います。はい、まず体重移動します。右足に体重をかけたり、左足に体重をかけたりします。それをしながらヒップバックのリズムを取ります。ヒップバックのリズムをキープしながら、右に体重をかけたり左に体重をかけたりします。はい、次にですね、サイド横ですね、斜めを向いて後ろ4回やったら反対の斜めになって後ろです。ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ワン、ツー、スリー。この方向を変えるときにですね、しっかりと前に返してあげてください。これがね、なかなか最初難しくてですね、後ろ、前に返すね、前に返すのが難しくて、後ろ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 、前とかなってしまうので、で、前、前、前とかになってしまうことがとても多いので、しっかりと後ろ前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 というふうに前後往復してあげてください。で4回が終わったら2回ですね、ワンエンツーワンエンツーと、間隔を短くしていきます。はい、で間隔ですね、もっと短くするんですけども、今度はシングルシングルダブルと言います。1回2回です。シングル、シングル、ダブル、シングル、シングル、ダブルとなります。4回よりも2回の方が難しいですし、2回よりもシングル、シングル、ダブルの方が難しいので、もしシングル、シングル、ダブルでつまずいたら2回でも OK です。はい、次はですね、サークルです。サークル。で、まず、ヒップバックを3回。1、2、3回したら、3回目と同時に右半分回していきます。1、2、3と、でまた真ん中まで戻ったら同じように2、3
1、2、3と。できるだけ回せる人は大きく回してください。右半分が終わったら今度は左半分いきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3です。最後のバリエーションです。これちょっと難しいので、できたら挑戦してみてください。アップダウンです。ヒップバックのリズム、後ろ前後ろ前をずっとキープしながら上の段と下の段を行き来します。ワンエンツーエン、ワンエンツーエン、ワンエンツーエンという感じになります。ちょっと上下運動が入るとかなり難易度が高くなるので、これも、難しいなと思ったら最初はやらなくても大丈夫です。できるところから始めて慣れてきたら挑戦してみてください。はい、それでは、ヒップバックの基本形とバリエーションを、説明しました。これからは、皆さん僕と一緒にやってみましょう。3分間です。たった3分間なので、頑張って挑戦してみてください。はい、では行きます。さあ皆さん3分間頑張っていきましょう。はい、まず基本形をゆっくり後ろ前確認しながらしっかりやっていきましょう。3分どうだったでしょうか。
最初はね、なかなか難しいと思うんですけれども、続けていくうちに必ずできるようになってきますので、まずは、3分でいいので続けてみてください。慣れてきたらですね、どんどんいろんなことを意識するとですね、もっと負荷がかかって、もっと体が燃焼するようになりますので、そのポイントも、教えておきます。まずですね、振幅ですね、振り幅。この往復の振り幅を大きくすればするほど、しんどくなります。まあ当たり前ですよね。そうするとですね、代謝もどんどん上がってきますので、慣れてきて物足りなくなったなと思ったら、この振幅をもっと大きくしてみてください。例えば最初のうちは これだけでもね、しんどいと思うんですけども、慣れてくると、こういう感じで、振り幅大きく動けるようになってきます。そうなってくるとですね、もう多分だいぶ慣れてきたと思うので、結構ね、体が、いい感じで、絞れてくるんじゃないかなと思います。2つ目なんですけども、腹筋に力を入れておいてください。例えば、腹筋に力が抜けてるとですね、どうしても人間はこう反り腰っぽくなるんですね。でこのままね、動かしてしまうと、なんだろう、力が入りづらいです、非常に。あとは、いらんところに力が入ってですね、例えば太ももとかに力が入って、太ももが太くなったりするので、しっかりとですね、お尻をまず締めてください。で、お腹を、下腹をへこますイメージで、お腹とお尻でこう体を絞り込むイメージ。この状態を維持してやると、より効果が出ます。ちょっと難しいですけども、慣れてきたら意識してみてください。3つ目はですね、動きに慣れてくるとですね、音楽を聴く余裕ができてくると思います。そうするとですね、音楽しっかり聴いて、その音楽に合わせて体を動かすということを意識してみてください。そうするとですね、ただの体操じゃなくなって、これはもうダンスになってきます。そうするとですね、異常に楽しくなってきますので、動き慣れてきたら今度は音楽の方に集中してみてください。使う音楽なんですけれども、一応曲の速さがですね、だいたい BPM が90から100ぐらいのものを選ぶといいと思います。結構初めのうちはですね、そうです、まあ、90ぐらいの方が多分いいかなと思います。慣れてくると95とか100とかが、しんどくなくなってきますので、これもちょっとずつ、速くしていくといいと思います。で、その BPM が90から100っていうのが分からないって人もいっぱいいると思うので、番組概要欄にですね、僕の Spotify のプレイリストですね、このエクササイズ、この有酸素運動に適した音楽をまとめてますので、そっちの方をチェックしていただくと、良いかなと思います。ぜひ、番組概要欄の Spotify のリンクを、行ってみてください。はい、では、いかがだったでしょうか。運動不足で、体がなまっている人に家でも簡単にできるダンス系エクササイズを紹介しました。では、まず3分ですね。3分からやってみてください。これ慣れてくるとどんどん体が生き生きしてきます。で、運動不足は本当に体に良くないです。血流が、滞ってですね、どんどん体が悪くなってきますので、こうやって適度に運動してしっかりと血流を流してあげてください。では、それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。